マルゲリータ・ディ・サボイアは、イタリアのサボイア家の皇女で、モンフェラート・コーテオ道路2世の3番目の妻。1669年にローマカトリック教会の、副社とされた。ピエモンテ領主で、名目上の赤いアであるアメデオと、ジュネーブ博アメデ3世の娘、カトリーヌの間の長女として生まれた。サボイア・アカイ家は、マルゲリータの曾祖,祖父フィリッポ一世が、 アカイア公国の女子相続人、イザベル・ド・ビル・アル・ドゥアンと結婚し、1301年から1307年にかけてアカイアを治めたことに始まる。フィリッポ一世は、その後、アンジ安シチリア家のタラント公フィリッポ一世によってアカイアを追われたが、その子孫は赤屋公くらいを請求し続けていた。1403年1月17日、マルゲリータは、 ビザンツ帝国のパレオロゴス朝の流れを汲む、モンフェラートコーテオ道路二世と結婚した。15年間の結婚生活の間に子供を授かることはなく、夫は1418年に亡くなった。マルゲリータは元来経験なカトリック信徒だったが、モンフェラートに数ヶ月間滞在した、ドミニコ会の説教師、ビンチェンツォ・フェレリの説教を聞いた後は、その影響で、さらに信心深くなった。 1418年に夫と死別すると、属性を離れて修道院に入ることを決めた。次息子のモンフェラート校ジョバンニジャーコモに所持を託すと、マルゲリータは28歳でアルバに引退して、ドミニコ会第3回に入会した。その後まもなく、ミラノ公フィリッポ・マリー・アビス・コンティがマルゲリータとの結婚を望み、教皇マルティヌス5世に、 マルゲリータの建てた修道女性願を取り消してくれるように頼んだ。マルゲリータはミラノ公の強引なやり方に表立って反対し、自分は全てを神に捧げていると訴えて再婚話を破談にした。マルゲリータは諸行家の貴婦人の常として修道院をドミニコ界に寄進している。マルゲリータは他の人よりも重い苦行に耐え、 強い信仰心を示し、1464年にアルバの修道院で亡くなった。マルゲリータは1669年、教皇クレメンス旧姓によって副社とされた。ありがとうございます。